はい、皆さんこんにちは。飛行機攻めの秀樹です。今日もこの動画を見てくださってありがとうございます。今日はですね、僕のコレクションの中からですね、ポストカードについてお話をしたいと思います。はがきですね、絵はがきと言われているものですね。特に海外の、お土産屋さん、まあ航空博物館においてはですね、いろんなショップが、スーベニューショップ、お土産ショップがついてます。で、そこでいろんなものを売ってるんですが、その中で一番ポピュラーなものがやはりこのここにありますね、ポストカード。こういう、これはですね、何年だろうかな、90年代、はい、まだ18歳だった僕が初めて行ったアメリカの時に、ね、訪れましたカリフォルニアの、キャッスル空軍基地にあります、キャッスルエアミュージアムというところで買った飛行機の記念品になる写真のポストカードですけど、アメリカではすごくポストカードいっぱい並んでます。日本でも当然お土産屋さんにね、絵はがきっていうのはいっぱいあるんですけれど、当時、まあまだね、20世紀の頃はですね、はい、ネットもそんなに発達してませんでしたし、こういうはがきっていうのはですね、とても、ポピュラーなものでありましたね。で、いろんなはがき、そういったものありましたし、特に今もそうですけど、飛行機に乗るとですね、その飛行機会社のハガキをもらえたりとかして、そこで当時は書いたらそのままね、航空会社出してくれたような気がするんですけど、今はどうなんでしょうか。今度国内線で聞いてみますね。はい。国際線やってくれるのかな。実際僕が5歳、6歳の頃、はい、出張先で今どこどこに向かう途中ですっていう父からの手紙をもらったのよく覚えてますね。それはパンナムという、今はもうなくなってしまったアメリカ、当時一番のすごい会社だったんです。2001年宇宙の旅にですね、パンナムの、スペースシャトルが出てくるんですけど、あれはもう、ね、ただの本当のフェイクになってしまったという、すごいびっくりな、まさか潰れるとは思わなかった、一番、世界一だったような会社だったんですけれど、はい、そこからもらったのはすごく嬉しかったのを覚えてますね。で、まあそういうものを集めるという癖もありましたし、まあ写真、カメラマンでしたからね、やっぱ写真好きだったし、少しでも多くのものを撮りたい、そういう、欲しいという収集癖は、ありましたので、はい。何枚ぐらいかな ?100 枚は生きてないと思うんですけど、そんなに僕は、掃除は裕福じゃなかったんで、はい。そんなにいっぱい買えなかった。でもやっぱりね、50セントぐらいだったかな。本当に、そんな大したことないので、いっぱいいっぱい買って、時々間違ってダブったりとかですね。同じものが2枚あったりとかするんですけど、いろんなところで行くたびに買って、大事な思い出にしてました。こういう手軽に買えて、で、それでね、これを書いて送ることによって、また、受け取った人にも、何か、伝わるというのは、これはすごく素晴らしい、飛行機を広めていく中ですごく素晴らしいことだと思います。また、それから記念品にもなりますので、これはですね、ハワード・ヒューズというですね、もう、ヒューズ・エアクラフトという飛行機会社まで作っちゃった、飛行機好きで、はい、俳優もやったし、スピード記録も作った、パイロットでもあったし、経営者でもあったという、はい、すごい、あとそれから航空機会社も作ったかな、旅客機のね、はい。TWA だと思ったんですけど、そういったものを作ったおじさんが、作った木製の世界一大きい、飛行艇ですね。はい。これはカリフォルニアに、まあもう多分あると思います。ロングビーチに、はい。展示されてまして、そこで買ったお土産ですけど、そういったものの、なんと思い出だったりとか、プレス資料になるかどうかの宣伝資料には絶対なりますので、そういったもの、うん。そういったものを集めていく。っていうのはすごく喜びでもあります。またこれなんか知ってますか?はい。これは初めて世界を一周を無着陸でやった飛行機。ボイジャーってやつですね。これ実際僕作ってるとこ見、終わった後かな?どこに見に行ったんです。この飛行機が止まってるところに行ったことあるんですけど。はい。そこで買ったやつですね。あ、世界一周した後だ。世界一周した後僕これ見に行ったんですね。はい。それを見たりとかですね。そういったところでいろんなそのワクワクする言動の一つとして。はい。すごく手軽。はい。ダイキャストモデルのようにですね。はい。奥さんの顔色を、怒ってない奥さんの顔色を伺わなきゃいけない。こういう卑屈な、ソムリエ秀樹としてはですね。気軽なもの。まあ、もっとも、結婚してからあんま買ってないな。あんまりね、飛行機をね、封印してましたから、あんまり買ってないですけど。まあ、でも、とりあえず乗ったらもらうとか、そういう癖は、隠してるうちでも、はい。あったので、素養はあったんですね。はい。そんな風なものがあります。今はね、ネットでハガキなんてあんまり送らなくて、年賀状もない人が多いとは思うんですけど、こういった、コソコソ地道に世界に飛行機を広げていく活動としては、非常に、こういったもの、これはロサンゼルスの空港ですね。はい。そんな思い出も自分にも、それから人にも、なんじゃおりゃ、
そう言って思ってもらって、少しでもなんか、あいつ飛行機好きだったなと思ってもらうだけで飛行機は広がっていくと思います。はい。そんな感じですね。自分も人も楽しい。これが、世の中に何かを広めていくコツじゃないかと、秀樹は思いますので、これからもコツコツ自分の世界を伝えていきたいと思いますので、応援どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録もみんなありがとうございます。はい。今後ともよろしくお願いします。コメントもいっぱいいただいてありがとうございます。時々、ドキドキしてますけど、返事しますんでよろしくお願いします。それでは今日も見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。